はい、朝、今3時です。で、今から、ちょっとね、沖の島の方へ行くんで、ポイントまでね、大体3時間半かかるんで、ちょっとまあ、綺麗な夜空見ながら行ってみたいと思います。ポイントに着きました。周りにはこう、シミュラー諸島が見えてます。で、今日は、わらぼうさんと一緒に、スロージギングを楽しんでいきたいと思います。僕もね、タイが初のジギングになるんで、まあ、いろいろ勉強しながら、精一杯やっていきたいと思います。じゃあ、着きましょう。頑張りましょう。ルイ。よっ。サンゴが多いポイントみたいです。まあ、魚も多いでしょうからね、何か当たれば。もう飽きた。食いましたよ。サンゴバサンゴバ切られる。そこもんかな。お、ダブルヒット。よし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 。おお。イエーイ、ダブルヒットしました。わらぽんさんとダブル。魚は違うけどね、楽しかったですね。なんとわらぽんさん、ちゃっかり今回新発売のグラップラー SJ を使ってます。良さそうな曲がりしてましたね。楽しそうでしたよ。最高です。上のやつ食った。向こう向いて泳いでる。回収中にラッキーカツオ、めちゃくちゃいい色、紫めっちゃ綺麗ですね。いろんなもんが釣れてめちゃくちゃ楽しいです。で、イージーペブルは、まあ、ミスジャークしてジグが横飛ばなかった時でも斜めからね、バックサイドして泳いでいってくれるんで、これもまたクマになるんでバイトチャンスですね。ミスってもバイトチャンス出せるんで、普通にしゃぐってもらってたら結構釣れます。なのでイージーですね、簡単に。これ何、それのフォールで食いましたね。糸止まって首振ってるもんね。なんでしょうね、楽しい。あー、アイノコチビキ。 Thank you。 よっしゃ、ハマダイゲット。これがいるとは思ってなかったんで、何かなと思いました。和風かな、底もんかなみたいな。よう引いたんで面白かったですね。いろんな魚います。タイ最高。ね、僕がいつもやってる得意とする、スロージギングです。まあ、スロージギングって何ですかっていう話になると思うんですけど、基本的には弱ったベイトを演出してあげることです。水の中で、まあ、フィッシュイーターがいて、食物連鎖がある中で、まあ、プランクトンがいて、まあ、こういう小魚がそれを食べに行って、でそれを食べに行ってる魚だったり群れてる魚っていうのを大きいフィッシュイーターが狙ってくるわけなんですよね。なので、しっかりと弱って食べやすい魚を演出してあげる、ベイトフィッシュを演出してあげるというのがもうスローの基本になってくると思います。で、ジグのアクションとしては早く動かして追わせるっていうのが今までやったんですけど、もっともっとこう弱ったジグアクションでベイトのイメージを、ベイトの動きのイメージを出していくっていうので、こうひら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 と落としていってあげると、魚はこう危険もなく食べやすく、自分の体力もつかないでよくつく、しっかり食ってくるんで、この釣りが今しっかりと、認知されてきたんだと思います。なので、スローっていうのはスロージギングっていうものだけがあるわけではなくて、ジギングの中の一つのカテゴリーです。なのでハイピッチもスローも混ぜてもらうと、どん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 魚が釣れていっていくと思うので、スローもハイピッチもミドルピッチも全部やっぱ試していってほしいなと思います。
お、バタバタしてる。出た。イエーイ。かわいい。カメ。暴れてる。これ何？カマスみたいなの釣れました。なんか釣った。ピョン。これより釣れました。ね、今日使ってるこれモーティブ、まあ毎回毎回あのこっちでも使ってるんですけど、すごい使いやすくて。どうしてもこっちの海域ってこうドテラで流すことが非常に多いんですけど、本当この6点っていうレングスがドテラになってもこんだけしっかりフォール作れるんですよ。ピョンとしゃぐったらこのぐらい、今までフォールしてるんですよね。ポンとしゃぐったらはいっていうまで。普通ドテラってどうしても船が引っ張られて軸から離れていくんでフォールしづらくなるんですけど、6点のレングスがちょうど使いやすいです。今80メーターぐらいで、もう多分130、40糸は出てるんですけど、それでもこの角度で十分この持ち上げればストローク幅があるんでフォールが作れるんで、むっちゃ使いやすいです。なんか食ったエソ。よっしゃ。じゃあ狙い通り。お、やった、やった。大門旗かな。よし。大将太陽。ちっちゃいけどね、可愛いですけど。いいぞ。でかくない？でかちかめ。1、2、3。でかちかめ。こぶちゃくちゃでかないですか？日本でもこのサイズなかなか出ないですよ。僕のちかめ記録かも。もうなんか違う魚かなと思うぐらい用意きました。イエーイ、シビランちかめ。はい、今現在島野である、スローの主軸となってくるこの3つの軸なんですけど、簡単なね、すごくすごく簡単な誰にでも分かるような説明として、解説するんであれば、まず、サーディンウェバーを、パイロットルアー的に使ってもらって、例えば潮が速ければそのまま、ペブルスティックに変えてもらうといいと思います。底取りも速くてジグもしっかり泳いでくれます。で、サーディンウェバーを使ってて、あ、潮がないな、サーディウェバーでもヒラヒラしないなっていう時なんかっていうのは、しょうがない時はもうウイングを使ってもらったら勝手に泳いでくれるんで、すごくいい釣果に、恵まれると思います。ぜひぜひ一度ね、簡単で簡単でいいので、そういうジグを変えて世の魚をね手にしてみてください。金目取れました。イエーイ。なんだこりゃ、ハリセンボンだ。うしょ、すごいの取れました。ハリセンボンですよね、これ。もう初めて釣りましたよ。人生初、大初。かわいい。面白いですね、いろいろ釣れます。はい、
僕の初めてとなる、シミランチョーコ、終了しました。まずね、大型は取れなかったですけど、海の状況とか海の感じ、雰囲気、フィーリングっていうのをすごいこう感じれて、すごいいいチョーコになりました。で、魚種の方もいっぱいいろんな魚が釣れて、非常に面白いなって思いました。すごくこうまだ魚もいっぱい残ってて、なんか潮の動き一つででっかいやつがガンって食ってきそうな雰囲気はすごい感じたんで、またここに帰ってきてシミランで僕も大きい魚を取れるまで釣りしたいなと思います。今回はね、すごい天気もよく、楽しい船ですごい楽しい釣行ができたんで、またこの場所に帰ってきたいと思います。ありがとうございました。エクストラシーン。はい、今日釣り終えて、みんなでご飯食べに来てます。でね、今日釣った、イヤゴハタとカツオちょっと食べてみたいと思います。いただきます。カツオプリプリっすよ。醤油もちゃんとね、用意してもらって、抜群、めちゃくちゃうまいです。イヤゴもちょっと食べてみたいと思います。お、真っ白、プリプリ、これプリプリっすね。やっぱこう、ハタのいいとこ出てます。こっちもいただきます。どっちも最高。